はい、博多駅に到着しました。今からですね、さくら411号、鹿児島中央行きに乗りたいと思います。で、早速九州ネット切符で、カードをお受け取りください。恐れ入りますが、係員のいる窓口にお尋ねください。乗り換え口でカードの受け取りができませんでした。切符の受け取りができません。ネット切符でゲットしました。先ほど乗り換え口ではダメでしたね。 JR 九州の、窓口で来ました。はい、出発時刻のもう、出発時刻間近なので15時18分、あと5分しかないです。出発時刻前ですけど、のんきにセブンイレブンでコーヒー買ってます。乗り換え口で九州ネット切符の受け取りができるのは悲しいですね。11番乗り場なので、在来線側のホームだと思います。さ、余裕かましてたんで間に合うでしょうか。11番乗り場です。あ、6両編成の800系ですね。あ、間に合いました、間に合いました。5号車の 11-D です。間に合いました。こちらですね。
鹿児島中央線次の新都市には15時30分久留米15時35分熊本15時56分熊本から終点鹿児島中央まで完璧に止まります。終点鹿児島中央には16時54分の到着です。この電車の運転手は JR 九州の中川車掌は谷川です。終点の鹿児島中央までご案内いたします。なおこの電車では車内販売の営業はございません。ご了承ください。この以後の自動販売機は4号車のデッキにございます。また JR 九州では警戒警備を強化しております。駅構内や車内で不正物または危険な行為などを発見されましたら乗務員までお知らせください。なお車内では各車道の自動ドア乗務にかかります。非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。お手持ちのキップで乗り越しなど声がございましたらお知らせください。Okay.